皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ前回ねちょっと仲間を1人2人増やしたんですけど、奴隷をね、奴隷だった人ちょっとね拠点に戻った後確認したらですね、なぜかですねフリック君のこの名刀武器がどっか行ってまして、どこの時点でなくなったのかがちょっと分からなくてですね、で一番そのオートセーブで見たところでいくと、バーンさんを仲間に入れる前には持ってたという状況でね、ちょっとそこまで一旦戻ってしまったせいで、入る予定だったもう一人が入らず、アデリーナさんだけが入ったという形でねなってしまいましたと。で今回はねこちらの放浪者のキャンプ、あとグレートフォーレストの方にね向かいたいなと思います。さあ行こう。これはアグヌか。クスクス、頭がおかしいようだな。多分壊れている。彼は壊れていた。彼に出会った時から知っていたさ。誰だこれは。デシーカさんですね。お、落ち着いてきたようだ。B 君ずっと笑ってるだけですね。あ、でも、余計考えたら、喋るようになったんですかね。クソビープ、なんでこいつを再起動した?これはひどいな。やっぱこっちでは B となってますけど、フリックンとかの方ではビープって言ってますね。さあ、とりあえず、何事もなく進みましょうか。で、バーンさんの武器買ったんだっけな、俺。あ、買ってるわ。トライアングル上。竜武器の方がいいな。で、なおかつ持ってない武器がいいな、ということでね。一応、まあ、熟練投球とこの装備作ってんのね。装備していますけれども。あとは、誰だっけな。レイザーさん。はい、買いましたよ。大立ち。5万しましたね。ちょっとね、刀が今まで、このタイプの武器の、弱いタイプのものだったので、奮発しました。長剣のサーベルいらないだろうな、これな。これ一本でいってもらいましょうか。多分ペナルティが、屋内ペナルティでかいね。ちょっとこっちにしとこうか。戦うことないだろうけど。めったにね。さあ、フリック君とは50代。ああ、さすがに戦ってるからね。成長率早いですね。問題はここの2人と、アグヌと、このバーン。この4人をね、どう育てるかですね。寝袋研究完了。おお、ダブルバレルハープーンも完成したか。ちょっとどういう状態だ?どこだ?ここじゃねえな。これこうか。はい。はい。こうして。で、ここの建物も完成してし、こっちの研究もね、応急キットの上級作れるようになりましたのでね。これで回復もとりあえず困らなくなってくるんじゃないかなと、今後は。あとは、デムラさんには頑張ってこれ作ってもらわないとね、今のところ高品質だけは確定してる。熟練投球以上が欲しいですね。で、デビッドソンは食料入手か。ちょっとジョーンさんいいかな。ここにバイオ燃料を入れたい。ちょっとね、そろそろ発電が厳しくなってきたんですよ。サーチライトとか作るようになってね。ここに新たに作りました。そのための電力のバイオ燃料。あさと。思ったよりでかかったな。あ、なに、燃料をこれ作り出すだけか。時間かかるな、これ。燃料を作ったら、燃料を作ったら、あれ、新
発電機。待って、小型の発電機じゃちょっとあれだな。大型。あ、あるね。ここら辺優先しとこうか。上がんねえじゃん。どうして？まあいずれか。とりあえず大型火力発電ができれば発電機の回、発電機2、あと人力発電もこう新しく増えるんでね、電池発電機もね。これ早めに終わらしてほしいね。あとはバッテリーよりもこっちの方上げとくか。うーん、電力も欲しいね。で、よし、こんなもんだな。しょうがない。あとはもう自然に任せましょう。まあ、戦ってる間にね、ある程度研究はやってくれるでしょう。でね、やっぱりね、武器が高いんですよね。自作すんのもきついしな、どうすっかな。育てるまで時間かかるんですよね。どうしたもんか。キャンプ裏側だな、これ。こっちだな。始まるか。来たぞ。待て。まずいるかどうかだ。賞金首。どれだ？いた。恐れを知らない虎。いましたね。じゃあやりましょう。おい、いけ。危ない。そう。デシイカさんたちは強いからな、こんな感じで。なんとかこの4人、強くしたいとこだね。来るぞ。ちょっとここ固守だな。行くぞ。行け。28相当なら。行け。おっと、ちょっときついかな。まあ、ここら辺も訓練と思ってね、近づいてきたやつだけ倒そう。よし。ちょっときついね。ダメだ。そんなこと言ってる暇がなくなってしまった。恐れを取らないしら、まだいる？トラさん。トラさんまだいるね。さあ、倒して。やはりバンサー振りが遅いね。これは使いこなすのに時間かかるぞ。当たったらでかいのかな、これ106って。凄まじい力だね。31キロか。ちょっときついな。よし。まだいける？ちょっと数多いか。いけ。恐れを知らない虎。さあ、ちょっと強いぞ。ちょっと待ってよか。ああ、やられた。やられてね。誰か援護に行く？みんなそれなりに強いからな。レイ君行こうか。レイザーも行くか。その大太刀の力を見せつけろ。フィギュア。ああ、いいね。よし。やはりね、筋力が足んないんだよね。
恐れを知らないとら。やられてくね。さすがに厳しいか。これはちなみに、シェ公国で追われてるだけか。賞金手に入んないね、じゃあね。フレームアックスだけか持ってんの。まあいいや。はい。そう。マグヌ行く。もう普通に戦っちゃっていいよ。よし。オッケー。ああ、倒れてっか。宣教師でじゃあちょっと担ぐか。で、その意識不明なのも、どうにかしないとまずいね。ちょっと回復させようか。うん。大丈夫そうかな、これで。よし。じゃあこの調子ではちょっときついかな。グレートフォーレスト行くのきついか。奴隷市場がちょっと遠いからね。グレートフォーレスト行こうか。ん？グレートフォーレストじゃないな。もうちょっと奥か。もうちょっと奥か。どうすっかな。バーサーカービレッジの方先に行く？いたっけな。覚えてないんだよな。バーサーカーいたっけ。まあ、とりあえずバーンさんこれで筋力ボーナス 50% 入ってるからね。お？あーぐらい。よし。50% 入ってるから、まあ筋力鍛えるついでに行きましょうか。バーンさんしっかりそれ担いでないとね、困っちゃうから。あとは宣教師同王筋力 8% か。アグヌは 15%、 B は 14%。まあ一応経験値は入ってるかな。宣教師もどう？やべ、全然入んない。種族特性で全然上がんないね。 0.8 か。これ鍛えるの大変だな。装備自体が適度だもんな。重くしないといけないんだよな。無理やり重くすんなら、あの鋼鉄の鉄鉱石的なそこら辺をもうカバンに詰め込んじゃえばいいけど。まあ、まずはバーンさんもある程度筋力つけてもらわないといけないからね。モリモリ上がっていく。スパイダー平野か。マテリアルトレーダーズはいたわ。スパイダーが。スキンスパイダーだ。倒せ。危ない。よし。OK。さあ行こう。うん。だいぶ足が遅いようだ。スキンハーベストがプレイヤー拠点へ進行中。到着したって なったら向こう見ようかね。問題はバーサーカービレッジ賞金首いたっけ。ダブルバレル照明付き。お、完成したね。ちょっと大型のバイオのあれが完成するまで待とうか。燃料しまおう。あれも必要になるしね。よしよし、セーブして。さあ着くぞ。賞金首いたっけ。トライアングルアサルトが進行中。
暴走行。さあ始まった。おいで。この二人は違うんだよね。そう。あとはここにもいそうじゃない？いた。ただのバーサーカーだね。こんなもんか。ここはいない。あれもうここしか。あ、こっちにもいそうだね。賞金首いたわ。ゴーストいましたね。さあ捕まえろ。おお、見ました、今のフリー。ほい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 、押し込め押し込め押し込め。よし、さてどれだ。これか、ゴースト。せっかくだから B 担いで、でフラグメントアックス持ってたのか。この子たちに合った武器をそのまま持たせましょう。だからバーンが担いでる予定の人もこの武器持たせましょうか。これじゃねえ。ゴーストじゃないんだよな。あさんのこっちか。フレームアックスね。よし、盗難元はそれぞれ。じゃあ、あとは、こいつらを、この奴隷市場に持っていくんだけど、そのついでに、スワンプ忍者まで行っちゃおうか。せっかくだからね。問題はこれでね、ちゃんと担いでないと困っちゃうからね。セーブしておきましょう。いやー、これで即戦力がまた入りますね。鬼退治にはまだまだ届かないですけれども。まあ、とりあえずトライアルウェポンがどんな感じになるかだな。フロッティドレイドが拠点へ進行中。まだ到着してないみたいだね。到着するの待ってからだね。向こうへ画面を切り替えるのは。あれ、そういえば、あれ大丈夫か？生きてる？危ね。負傷だわ。ちょっと待て。やってるね。ゴースト大丈夫か？大丈夫そうだね。OK。ただ問題が2万しかないのがちょっとやべえかもな。買えないかもしんない。檻に入れても多分賞金入らないでしょ。都市連合じゃないから。そうすると2万キャットはちょっと不安ですね。売り物はあるかい？売り物なさそうだね。どうしようか。あそこか。となるとここしかなくなっちゃうよね。あそこ開けてないからね。
前回行こうとしたけど、ちょっと待て、ちょっと強めだな。来たわ、迎撃せよ。行け。さあ、舐めるな。ちょっとアグのがきついかな。で、ビークに倒られるとめんどくさいことになるな。やばい。そういう問題が発生するか。ああ、地味に売れるもんがあるね。よし。武器では売れそうか。よし。OK。ちょっとでもね、お金を稼がないといけないからね、うちは。ディシーカさん。宣教師にカバン持たせてあげた方がいいか。そうした方が重たい荷物持てるようになるでしょう。宣教師、オッケー、大丈夫ね、担いでね。オッケーオッケー。これまだ持ってんじゃない。よし。ああ、持ってんのいるね。1500。今はちょっとでもお金が欲しい時期。大丈夫か。バーンさんは倒れなさそうだけど、B 君がちょっと怖いですね。倒れられちゃうと。ちょっとこの工場地帯までにしようか、今日はね。そのぐらいがちょうど時間的にはいいかもしれない。何気にダメージを負ってきてるんじゃないかな。この先気をつけなきゃいけないのはピークシングだね。そうするとここ寄って、クラウンステディ寄っての奴隷市場かな。で、スワンプ忍者とストーンラット襲撃してのまた奴隷市場。そういう感じでいきましょう。なので今日はとりあえずこのグリッドの先のこの工場地帯でお宝を漁って、金目になるものね、ゲットして、大型火力発電。ちょっとそろそろこっちか。ちょっとさん、ちゃんとここに待っててくれないと困るよ。あ、そうだ、これも買ったんだ。売ってましたんでね、買っときました。いよいよヘッドショットさんが火を吹く時が来たわけですよ。防衛場所はこの上からというね。で、ジョンさんちょっといい？この中に、はい、これを作ったでしょ？労働者がいないんだけどね。で、発電機。でけえな。あら、入んない。入った。入ったけど。やばいな、だいぶきついぞこれ。まあ、電源出力プラス100もあれば十分か。収納容器の燃料か。これ1個に収めるのきついな。舐めてた。
あれ？収納容器の、今燃料ってあった？あった。まあ、でけえわ。こんな感じにしとくか。で、どこにいる？一人、いた。インベントリー。これしとこう。おい。ちょっと待て。いきなし降りちゃうと困っちゃうな、そういうの。なんだろうね、戻るとき落ちちゃうのかね。なんか倒れてる。地味に売れるもん持ってるね。売れるもん持ってるのか、どうすっかな。売り物担当のバックビーストがここにいるでしょ。リマクじゃ持っていけないしね。カバン持ちが欲しいな。カバン持ちか、狙撃部隊だな。ベハネンどこにいる？いた。で、ちなみに料理は？ああ、あれ入れてねえのか。ドライアップルとオレンジ入れとこうか。いや、どぶり飯なし。ドライアップルとオレンジにしよう。食料あるからね。500満パンですよ、もう。消費してもらわないとね。で、とりあえずベハネ、これを担いで。そう、担いで。よし。値段が下がった。974。まあ、根こそぎ武器もらっとけいべ。197はちょっとね。まあ、このぐらいだったら我慢はできるかな。217。ずるい。ダメだ。どれも外ればっかだな。残りは。リーパーは？なんか来てる。売り物部隊か。ちょうどよかったな。ちょうどいいや。はい。よ、お安くしておくぜ。ハイプレイス。ちょっと今お金が欲しかった。もう金なくなったのか。燃料を変えるけど、いいね。電子部品は欲しいかな。いやー、でも作れるしね。ここでお金無駄にすることはないね。し、みんな戻ろう。みんな戻るよ。よし。これで。作ってるね。燃料を作って。電子部品10か。ちょっときついね。作ってんだよね、でも。ダスト盗賊が。ミラージュも掘ってるしね。うん。
ちょっとさん、ここで待機してもらってね。何か動いたら撃ち抜いてもらわないと。で、こっちは。あれ？全然進んでねえじゃん。全然進んでないじゃん。どう行くべきかな。ルーインがあるけど、いやー、あの工場地帯の方がいいね。敵に気をつけてね。ちゃんと担いでるんだろうね。担いでね。生きてるね。よし。さあ、この先はちょろっとでもリスクがあるよ。ピークシングがいるからね。逆に言うと、パックさえ持っていければいいんだけど、宣教師もいるしな。ちょっと持てる荷物は多い方がいいね。まあ、とりあえず奴らに気をつけていかなくては。いや、でも実際問題、こんなとこ歩きたいかって言われたらちょっと怖いよね。どこから何が来るかわからないよ、これ。ほら、道に迷ったら終わりですね、こりゃ。さて、大丈夫かな？いなそうだね、今のところ。さあ、行こう。あ、見えた。よし、視点変えよう。前回ね、ここなかったんだけどね。アバロ持って入れた時、ここ消えちゃってたんだよな。ここか。まずこれから行こうか。ああ、熟練投球。こっちはないね。アグヌが確かパック持ってんだよね。ちょっとこっちの方来といてもらおうか。ここ。ああ、来たね。大当たり。で、この回復なんかは、アグヌ。バーン。ダメか。後で分配しよう。あと、向こう側だね。あるね。鉄板。モーターか。まあ、ないよりマシ。おお、これも持ってようか。で、から。まだこの先にあるでしょう。あるね。意外と見逃しやすいからね。意外となかったな。あれ、こんなもんしかないか、ここ。おっと、ない。こんなもんだけか。ぽいね。こんなもんか。しょうがない。
よし、ここまで来たら、バーンさん応急キット持ってんだね。B も持ってる。砂忍者お兄さん持ってる。靴がね、ああ、普通等級か。戻ったら変えてあげないとね。まあ、多少はお金が、軍資金ができましたね。ということでね、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。次回までにですね、とりあえずクラウンスティディに移動して、お金の換金だけしときましょうか。で、そっからこう担いでスワンプ忍者倒して3人まとめて売りつけて、3人買うというような感じでね、進めていけたらなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。